ログステップはメリットがね、いろいろあるんですけども、まあ、一つはね、ちょっとおしゃれだよねっていうのがありますね。他のバスって結構相手の体に乗っていかなきゃいけないから、自分一人で練習するの難しいんだけど、ロングステップって相手の体の外に逃げていくものになってくるんで、家とかでも一人でね、ひたすら練習できるっていうのがあります。ロングステップ、ニーカットパス、クロスグリップパス、ここら辺はセットで覚えた方が、まあ、強力なパスにつながっていくので、まあ、今日はその一つ目、ロングステップパスをやっていきますね。ロングステップパスに入っていける流れなんだけども、まあ、ニーカットパスを仕掛けてる流れか、まあ、リバースラヒーバーの時に入っていきます。で、ニーカットパスってなってくると、こうやって膝をね、しっかり押し付けて、こうバッとハーフみたいな形。まあ、こっから入っていくんだけども、こっから入るとね、結構足をね、挟まりやすいっていうのがあります。膝とか抜けてて、ロングステップを仕掛けても、こうクランプされて、最終的に足が抜けないっていうシチュエーションがあって、どちらかというと、こうリバースラヒーバーで、相手の足が浮いてる、まあ、つまりレッグピンがまだ形成できてないところから入っていく方がロングステップは足は抜きやすいっていうのがありますね。いくつか注意点っていうのがあるんですけども、手ですね。手。こっちは膝持ったりとかもあるんだけども、できればやっぱこの裾をキャッチしてください。裾をね、キャッチした方が、まあ、その後いろんなね、コンビネーションにつなげることができます。で、初めにイカットのグリップを持ってるんだけども、なんかリバースラヒーバーとかね、例えばここ腰とかね、こうやって止められるっていう時に、ここね、持ち替えます。で、こちらの手、一番初め狙いたいのは、このフレームがなければ、やっぱり首を抱きたいですよね。首を抱いて、入っていけば、そのままパスにつなげることができるので、まず一回やってみますね。で、首を抱くパターンで、このフレームがあまり機能してない。で、この足も、ここに、ね、機能してない、ここをうまく外すことができているという形で入っていきます。で、ロングステップの入り方なんですけども、僕もね、昔これ勘違いしてたんですが、あまり大きくズバンといかないっていうのがあります。はじめ、首を抱くときも襟をキャッチしておきます。襟キャッチしてて、頭をね、ここ、相手の胸にうずめるように少し前傾していきますね。そこから、まずは膝をつきます。膝ついて、で、首抱きますね。首抱いて、ここで肘つきますね。肘をついて、最後、お尻をね、つく。で、お尻ついたら、この足、この足がついてきちゃったらクランプされちゃうんで、これパンチしながら、この足を抜きます。で、ここ、めちゃめちゃ大事なんですけども、足は自分の体からね、離れない。勢いで、バコっていったときに、こういう感じに行きがちなんだけど、これってまだね、このボトムレッグが、入ってくるんですよね。こういう感じ。入ってきやすくなっちゃうので、あまりね、相手の体から離れていくと、ここでリカバリーされやすくなってしまいます。なので、なるべく相手の体に近いところで抜いていくっていうのがポイントですね。まずしっかり近づける。近づけて、頭をうずめる。で、膝ついて、肘ついて、最後は、ここ、パンチしながら、ぐっと。抜いた後は、このボトムレッグでリカバリーされないように、こっちですね。足を差し込んで、この足、レッグドラッグ方向に切り返して、こういう風に止めていきます。この腰の向きをこっちに変えることによって、完全にパスすることができますね。もう一個はね、ノースアースに抜けていくっていうのもあるんですけども、ノースアースの場合まだリカバリーされる可能性があるんで、一応こちらがおすすめです。まずはこうニーカットとか入る姿勢を取ってるんだけども、足とかがこうやって入ってきて、まあ、邪魔されてると。で、フレームとかもまだある状態。ここで裾。首を抱く場合もまずは襟をキャッチ、頭をうずめる、うずめて、膝、肘、お尻ついて、でレッグドラッグの、ね、ポジションを作って、体を、ね、止めていきます。首を取れないことがほとんどです。なんでかって言ってやっぱフレームがあるんで、こうやってニーカットとか入ってきて、一体ロングステップ入ってもやっぱこの手が、邪魔していきます。なので、結局、襟持ってそのまま入ることが多いです。で、襟も一緒。襟持って、まず前傾作って、ここにね、頭をうずめつつ、膝、肘、お尻、パンチしながら、足を抜いていく。ただし、襟の場合はね、やっぱりここ、隙間あるから、相手この上半身まだ動かせるんですよね。例えば、この下がフレームに使ってた腕も、肘引いてみてもらって、まあ、こういう感じに、逃げようとすることができます。襟の場合は、ロングステップ入った後にいくつか切り返しっていうのが出てきて、一つ目はサイドチェンジで、もう一個は足が抜けなかった時にニーカットに切り返すっていうのがあります。
で、次は相手がエビして逃げてくるパターンですね。ニーカット入ってる、持ち帰る、近づく。で、エビして逃げてきたと。これ逃げられると困るんで、よくあるのはサイドチェンジですね。ここはサイドチェンジ。足をまたいで、肩を支点に逆に行きます。逆に行ったら、上の足のところに膝を差し込んで、脇の下に足をね、止めて、これまたレッグドラッグのポジションで相手をね、ステイさせてください。ニーカット入れてる。裾ハーフとかの場合こうクランプされて止められることがほとんどです。リバースラインまで仕掛けた場合もやっぱり粘ってくる相手っていうのは足しっかりカチッと組んでクランプして止めてきます。でその時はロングステップ方向へ抜けないので再度2カットに切り返すっていう方法があります。その時大事になってくるのはやっぱりこのグリップですね。2カットが入っている状態で持ち替える、持ち替えるです。裾と襟。で、ロングステップ踏んでいくんですけども、足をね、挟まれば、こういう状態。これで一向にこうやっても抜けないので、ここで粘ってても時間の無駄なので、挟まれたらすぐさま、こっちですね。体の向きを変えて、襟と、まだこれ、裾持ったまま。で足挟まれてるんですけども、2カット方向に変えていきます。で肩で相手の体を押して、足を抜いていきますね。デラヒーバ作られて、カラーグリップしてる。で、8面、デラヒーバステップオーバーして、ここ、ステップオーバーしたときに、内膝締めて、相手の足が縦になってる状態。ここで、グリップ持ち替えて、デラヒーバから入った場合も、高さがあるから、そのまま、パンって抜いちゃうと、だいぶ距離ができちゃって、リカバリーされやすくなっちゃうので、作ったときに、頭をね、まずここにしっかりうずめるように、少し前傾作って、膝、肘、抜いていくっていうのをやっていきますね。言わせましたが、肘つくポジションなんだけども、こっちサイド、相手の腕より上についてください。ここだとこの腕が回ってきて、こういうフレームが入って剥がされやすくなってくるので、できればこっちについてください。デラヒーバカット、ステップオーバー、そのままいかないで少し前傾して、ヘッドコートポジションも一緒ですね。一回まあこういう感じで、デラヒーバーもしくはリバースラヒーバーをステップオーバーして、しっかりここに入っていくと。ヘッドコートの場合は、スマッシュパス、まあ、もしくは2カットパスっていう感じで狙っていくんだけども、まあ、これがね、実際の試合とかの展開でよくあるのは、ヘッドコーターから2カット入るんだけど、強い選手って2カットでやっぱレグピンできない。2カット入ろうとするんだけど、ここが強くてやっぱり、全然ここでついてこないってなんですね。でそこからのコンビネーションでロングステップに入ってくるっていうのはあります。はじめステップオーバーして、まずはヘッドコーター作った、でスマッシュ行こうとしてリカバリーしてきて2カット行くんだけど、これが落ちなかった。その時にすぐ持ち替えてっていう流れ。前回のね、動画に出たトレアナ系でレッグピンが作れればパスできるんだけども、まあ、作れない場合とかも結構あるので、逆サイドに切り返すっていうパターンがありますね。相手が袖持ってる状態で、まあ、例えばキックされてると、で、まあ、これを外してトレアナ行ってレッグピン狙ったんだけども、相手がこうやってリカバリーしてくる形ですね。前回は後ろに回ってこちらサイドの足をピンしたっていう流れだったんですけども、あ、緩みましたですね。こうやって相手が逆サイドリカバリーしていくんだけども、こっち詰めつつパン。この時は襟とかこの首ではなくてショルダーオーバーで相手の背中を取っていく形で止めていきますね。